でもね、これ早めに作ってね、作り置き OK なんでね、早めに作って冷めたら冷蔵庫ぶち込んでやこっちのもんなんでね、はい、ちょっと煮込んでも完成よということですね。やっぱ牛肉がね、いただきます。はい、皆様おはようございます。お元気でしょうか。いつもむたらしまかない道中、ご視聴誠にありがとうございます。しぶる、何がしぶるだかわかりませんが、それではね、早速始めてまいりましょう。これ何始めんのよ、もうせっかちだねっていうことで、本日は無性になんかこう、まあまあこう、なんていうの、朝、夕、晩、夜中涼しくなってきたんじゃないのということで、あったけえそば食いてえなこの野郎、へいということで、お蕎麦屋さんの肉そばの作り方、ね、これ行ってみたいと思います。それではね、早速薬局ドラッキーストアでね、始めてまいりましょう。はい、それではまずギーネですね。ギーネ切っていきましょうかね。ガッツンガッツンとね、切っていきましょう。ガッツンガッツンパッカライナ、ガッツンガッツンパッカライナと、こんぐらいあればいいね。これ何のギーネってことなんだけど、これは薬味ね。おそば完成したら上に乗っけて、ね、このネギの香りがいいね、これまたこの野郎、へいへいへい、うるせいへいということでね、新たなの境地に達したまかないでございました。はい、そうしたらあれだね、次は肉作っていきましょうか。肉ね、肉もういきなり鍋出しちゃったよこれね。はい、それではね、肉ですね、やってまいりましょう。まず、黄金だしが3、ね、黄金だし3入ったよ。はい、そうしたらみりんが2、こんなもんか。それから醤油が1、こんなもんか、ね。はい、これにおろしにんにく少々ですね。今日ね、1かけもいらない、俺にんにくせえそば食いてよって方はね、1かけぐらいいっちゃっていいんだけど、今日はね、お蕎麦屋さんということで、まあまあそれって和食じゃねえみたいなね、和のそばじゃねえみたいな感じなんで、ね、もうほんと香りつけ少々ね。はい、そしておろし生姜ですね。はい、生姜はね、結構まあまあたっぷり入れちゃっていいです、ね、ガツンガツンパッパラのと。で、今日使うのは、とりあえず牛肉なんだけど、豚でも鶏でもね、全然 OKOK ベリー OK ティングでございます。おお、ちょっとずれてるね。はい、そしたらちょっと牛肉この中に漬け込みますか。はい、ということで、その前にごまアビーリですね。はい、ごまアビーリを用意しましょう。まずごまアビーリで、牛肉、こいつですね、奮発しちゃった500円ぐらいするのね、牛肉高いね。じゃあこのドンビリーバブルでいっかね。はい、このドンビリーバブルに牛肉、これ多いんじゃないの、多いんじゃないのみたいなね。あ、でもね、これ早めに作ってね、作り置き OK なんでね、早めに作って冷めたら冷蔵庫ぶち込んどきゃこっちのもんなんでね。はい、それではズズズズズズっとちょっとずらしますかね。すいません、誤って切ってしまいました。はい、そしたらまず牛肉にごまビーリーね、まあ、ツンバツのね、コーティングしましょう。マリネージュですね、マリネージュね、マリネっぽくしましょう。そしたらガツンガツンね、軽く思いっきりやっちゃうとさ、こう牛肉ちぎれちゃうんでね、軽くこうもみもみもみんティーもみリーニーですね、もみもみもみんティーもみリーニーですね。はい、こんな感じになりましたよ。はい、そしたらね、このレーターと牛肉持ってバーナーコーナーの方へゴーしましょう。はい、ということで、例えますね、バービーコーナーの方にやってまいりました。牛肉&レーターですね。今ね、中火ぐらいで火かけてますね、あとは茹でるだけだから。はい、それではですね、これ牛肉多かったらやっぱこれな、茹でていきますかね。はい、こんな感じでね、しゃぶしゃぶしゃぶんこしゃぶりーぬと、できるだけこう肉をさ広げるような感じでね、しゃぶ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 、熱いな熱いな熱いな、結構熱いな。はい、そしたらね、バをバッツンバッツンいきますよ。はい、しゃぶしゃぶしゃぶんこしゃぶりーぬね、これ広げてこないともう固まってっから、おめえこれハンバーギーかよみたいなね、できちゃうんでね、もうできるだけしゃぶしゃぶしゃぶんティーしゃぶりーなと、まあ、全然もうしゃぶりーなに最後なっちゃって、もう大丈夫ですかこれみたいなね。はい、こんな感じは見えてねえか見えてねえか、しゃぶしゃぶしゃぶんこしゃぶりーにとね、しゃぶしゃぶしゃぶんこしゃぶりーにと、2機かで、こっち側に寄せていくかね。いや、これ牛肉多いな、これ無理だな、無理いっちゃうか、でもないっちゃおうな。
はい、こんな感じでこう広げながらこう泳がせるような感じ、このなんていうの、このタレに泳がせるような感じでしゃぶしゃぶしゃぶんティーしゃぶりーなと、ね、はい、こんな感じで、ね、肉をどんどん広げてってくださいね。熱いな、熱い熱い熱いよ、うん、しゃぶしゃぶやってるんだけど熱いんだけども、こうあれだね、ここで生玉揚げをしてもこうしゃぶしゃぶでこういっちゃってもいいんじゃねみたいな感じもしますわね。うん、ね、どうですか。はい、そしたらね、しゃぶしゃぶしゃぶティーしゃぶリーヌとね、はい、ラスト入ります。はい、しゃぶしゃぶしゃ、熱熱熱熱熱熱熱、ちょっと一回火止めろよこれ。あーちょっと指先はもうやけどしても指先案内人になっちゃったらこれ困っちゃうんだね俺もね。あー、はい、こんな感じでね、しゃぶしゃぶしゃぶティーにですね、はい、ちょっと固めてるかな、はい、広がったね、はい、オッケーオッケー、これ全部入りました。一つだけあるな、よしね、はい、したらここで一気に強火から中火、あんまこれ思いっきり強火にしちゃうとタレ少ないんで焦げるんでね、うん、その辺気をつけてね。今アクがもうバツンバツン牛肉出るからね、それアクすくったらもう完成も当然よ。ちょっとアク出るの待ちましょう。はい、お分かりになりますでしょうか。アクがね、アクンアクン出てきました。もうアクンお元気ですかいということで、あとはこのアクすくってね、うん、ちょっと煮込んでも完成よということですね。やっぱ牛肉はね、アクすごいんだよね、うん、アクがすごい。ちょっとね、アク全部すくっちゃいますね、もうこんなだもん、これね、すごいから、うん、じゃあちょっとすくっちゃうから、あね、これもうこんなだから、あ、はい、ということでね、アクの方が、全部ね、すくい終わりました。ただ最後の仕上げにね、ポン酢、ポン酢を少しね、一回しぐらいパッツリーノつけとね、はい、こんな感じでよろしいんではないでしょうか。ただね、これ強火から、まあ強火じゃダメだな、弱火から中火ぐらいでこの汁がなんかもうトロントロになるまでゆっくりと、まあゆっくりととも多分3分ぐらいあれできちゃうと思うんだけどね、煮込んで完成となります。じゃあそろそろそばでも茹でっかこれ。はい、ということで中火で茹でること2分半ぐらいかね、もう出汁がもうほんの少しこんぐらいね、もうちょっといっちゃおうか、もうちょっとね、うん、でこれ落とし蓋した方がいいかもしれないね、うん、まあしなかったけどね、まあ銀紙かなんか乗っけていただければこっちのものでみる、ちょっと強火にしてみんか、どうなるんだ、うん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 、はい、いい感じですね、はい、いい感じです、はい、こんな感じ、もうつゆがこんぐらいしかないね、こんぐらいしかないよっていうことね、こんぐらいでオッケーオッケーベリーオッケーとなりまあ、それではねそば茹でっか、うん、こんな感じね、こんな感じ、もうほら汁こんぐらいしかないよみたいなね、であとはその辺に放置してこの汁がねバツンバツンねお肉に染み込むのを待ちましょうということですね。はい、どうしよっか、じゃあこの辺置いとくか、はい、そしたらね、はい、そば茹でましょう。お前もこれ汁できちゃってんじゃんよこれみたいな感じですが、はい、このそばつゆはですね、そばつゆ開始の6倍希釈ね、それでお願いします。お前そばつゆ開始ってなんだよねって言われると思います。忘れなかったら下の概要欄の方にね、そばつゆ開始の作り方ね、書いておきますので、それを6倍してくださいね。よく質問を受けるんですが、例えばこれそばつゆ開始これ1杯すり切れたら、あとは黄金だしをガツン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 6杯入れるとね、要するに6倍で薄めてくださいとですね。はい、もうこれめんどくさいからね、作っちゃったろっていうか作り置きが結構あるんで、うちもね、もう6倍しちゃいましたね。はい、あとはこれぶっくんぶっくんね来たら、あのやしいそば、うんね、いい感じで肉染みてきたねこれね、たまにひっくり返してあげてもいいねこれね、うん、これね、いや20円そば買ってくれよかったもいいけど、これいくらだっけな、結構高いのそばってね、本そばとか書いてあるしね、うん、まあいいじゃないですか。でこれをさ、あのお肉なんだけど、まあ、飯にぶっかけてももちろんうまいしね、ラーメンに乗っけてもうまいし、まあそばに乗っけてもうまいしね、はい、こんな感じで、うん、これ冷めてから密閉容器に入れて冷蔵庫入れとけば、そうですね、まあ3日は大丈夫だろうみたいなね、感じですんで、でもし何
この冷てえやつ、まあ、冷てえやつ乗っけてもすぐ温まると思うんだけど、ちょっと嫌だなって思う方はまずこのそばつゆ返し、ね、作っていただいて、その中でぼっちゃんぼっちゃん入れて温めて、こういう穴開きお玉ですくって、ね、使用していただければ結構です。まあ、もしくはね、もうそばと一緒に煮ちゃうかこれみたいなね、感じでも結構だと思われます。シルブルー、そろそろいいかな。じれったいね結構ね。はい、いい感じっすね。はい、それではね、いくらのそばだったな、これ結構高いんだよな。3袋入り、あ、違うな、これ1袋か。1袋で100円近くしたような気がしてね、これね。よし、じゃあ、作りましょう。はい、あとはこのそばがね、ほぐれて、ね、あ、熱々になったらもう盛り付けて完成ってことになりますね。はい、それではね、バツンバツン茹でていきましょう。はい、ということで、いい感じでね、そばですね、茹だりましたね。はい、それではね、器の方に盛り付けてテーブルに運んで食してまいりましょう。はい、ということで、ただいまですね、お蕎麦屋さんの肉そばですね、テーブルの方に運んでまいりました。非常にね、甘ったるいいい香りがしております。はい、それではですね、早速いただいてみたいんですが、すいません、大将、生玉揚げ1個ちょっと追加してもらっていい？生玉揚げってなんだよお客さんみたいな。生玉揚げ、生玉揚げ、お、生玉揚げね、オッケーオッケー、了解、あいよい、生玉揚げ入ったよこれ、お前殻まで入っちゃったからこれ、ということでいただいていますか。うまそうじゃねこれだね。殻の殻のよこれよね、一味七味をバツンバツンバツリーノスケこれね。はい、それではいただきましょう。まずはあの卵の入ってない方だね、ちょっと崩れちゃったからね。いただきます。うまそうじゃないこれ、うまそうじゃないのこれ。いただきます。肉だね、肉。いただきましょう。トゥルントゥルンだよこれね。いただきます。まあうまいね、間違いない。でもこうつけて、やっぱこのかすかのニンニクがいいな。かすかなニンニクが、すごいな、隠し味になってるね。いただきます。お前すき焼きじゃないんだよね。おいしい。やっぱ肉そばには生玉揚げだね。最高です。じゃあスープもいただきましょう。この肉にかけて、肉に染み込んだ甘いタレとこのそばつゆね、これが合わさって、まあうまいのよ。です。まあうまいね、まあうまい。ちょっとね、そばいきますか。いただきます。熱い、ちょっと欲張りすぎた。あの生玉揚げ肉ね。いただきます。口に入ってる間にそば。おいしい、マジうまい。飯食いてえな、飯も飛ぶか。グラッテですよ、グラッテ。まあうまいね。あ、おやすさんすいません、小ライス1個もらっていいですか。いよい、小ライスお待ちとかだよ、め自分で持ってきちゃったかこの野郎、へえ。ね、これ肉のせてえの、これで肉丼だから。柔らけえな。やっぱりね、このごま油でコーティングすることによって肉がね、やや柔らかくなる。いただきます。
でまあポイントなんですけど、あのできるだけペラペラに肉買ってきた方がうまいね。牛でも豚でも鶏でも、鶏でペラペラってねえか、うん、牛でも豚でもペラペラので、できるだけ脂身が多い方がうまい、うん、だから豚バラのペラペラスライスとか結構うまいね、うん、逆にあのしゃぶしゃぶ用ロースのしゃぶしゃぶで周りしかあの脂ついてないんですよ。あれはね、もうただ硬くなっちゃうからやめた方がいい、うん、何しろね、こういい感じで、うん、バラっぽいとこの薄っぺらいとこ、これうまい、いただきます。うん、うん、いただきます。たまらんね。はい、ということで本日も最後まで無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日はですね、お蕎麦屋さんの肉そばの作り方ね、うん、これ動画に一丁収めてみましたね。本当に肌寒い時期になってまいりますので、こういう熱々あったかい旨味のあるもんがね、非常によろしいんではないかと思います。そして皆様に一つお願いがございます。動画アップのモチベーションを維持するために皆様の温かいグッドマーク一票、どこ行くんでー、どこ行ったー、いた入れていただければ幸いかと思われます。それでは失礼いたします。またお会いいたしましょう。寒いんで風邪なんかひかないでよ。じゃあね。